はい。足の巻き方。どこを注意したらいいかっていうのを、ざっくりだけどやったので、そのあたり、ちょっと復習&課題を送るんで、ぜひ挑戦してくださいね。はい。はい。それでは行きます。座った状態からでいいんで。でまずは、ちょっと寝っ転がる前に、足の回し方。ちょっとそこをやっときたいんで、とりあえず簡単に、右と左の、簡単に言うと、チェアの形。ここね。これを交互にかける練習。で、一つだけちゃんと意識してほしいのが、ここの膝と膝。めっちゃ内股にならなくてもいいけど、回すときにこう、足がここ広がんない感じ。ここは間が開かないように、できるだけ、コンパクトにキュキュって回す練習。で、かけるところは、膝より上ね、のももに足がちゃんとかかるように、ぐりぐりって回してあげる。で、ちょっとイメージでいいんで、左足かけたときは、体がちょっとだけ右に向いて、左のときは左に向くみたい。パッ、パッ、パッ、パッ。こういう感じね。ちょっとこれ先に、練習しておいてくれると、ちょっとこの後の動きにうまく活かされるんで、膝を意識して足を回す。ちょっとこれを、まず最初に練習しておいてください。はい。はい。とりあえず足の回し方をちょっとゆっくり説明しますね。本当に普通に座った状態から、まず右足を振りながら、振るとき、ちなみに、できるだけ上っていうよりは、右足振るっていうのはこう回すイメージなんで、少し左側から右に対して回す。逆で言ったら右側から左に対して回す。こういう感じね。その時に足がぐーんって回ってくる時に、もう一個の足を追っかけてきてかけるイメージでかけてくれた方がいいんで、ここでただこう上げてかける上げてかけるじゃなくて、回してかける回してかける回すって時にちゃんと左から右、右から左を意識して、グーンカ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 、みたいな感じで、ぜひ、練習してください。はい。はい。そして、寝っ転がってやり方ですね。まず、足の回し方。右足に、その前にどんな感じかっていうと、足を振って、今は座ってやったのが似てる。振って足をかける。で、かけた時にさっきはこのままだったんだけど、最後は伸ばしきるっていうね。逆も一緒。足を振って、伸ばしきる。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 最後までこう絞り込んでほしい。これ結構大事なんで。で、これをちょっとゆっくり説明しますね。まず、右足、振るとき、さっきと一緒。ちゃんと外に振る。ちゃんと外に振って、体は、寝っ転がりすぎちゃうとかなりダサいんで、体ちょっと浮かします。もう肘つきぐらい。肘ついてるぐらい状態からスタート。で、巻き切ったときは、首がちゃんとつかないで浮いてる状態ぐらいがいいかな。で、絞り切ってほしい。こう寝っ転がっている時についてる部分、ついてる部分は本当背中の腰から背中の間ぐらいしかついてない。もう首も浮いてるし、絞り切った時ねは浮いてる状態で、このぐらいの状態で最後まで絞り切ると。この微妙に起こしてる角度も結構大事なんで、ベタって寝っ転がらないようにぜひ練習するときは意識してやってくださいね。振る、畳に行く、追っかけてきてる、足がある、引っかかる、絞り切る。OK? 逆も一緒ね。もう一回いくよ。振る、畳む、かかる、絞る。1、2、1、2。こんな感じになりますね。意識は膝。膝があんま離れないように回してるときは意識して。で、何気に結構大事なのが、今言った途中の足を畳む。
伸ばして一回ここに畳む瞬間があってチェアみたいにかかって回し切るって、これ結構大事なんで、畳むのをしっかり意識して膝と足を畳む、絞り切る、ちょっとこれ意識しながら一回ずつ練習してみてください。はい。